ピアニスト重松総一郎のソーソーズラディオ。この番組はピアニストの重松総一郎が音楽や芸術に対する思い、日々の活動のこと、アーティストとして生きるということ、生活や社会、子育て、政治のことなど気軽に話す番組です。その日の即興演奏など音楽も豊富にお届けします。こんにちは、ピアニストの重松総一郎です。ソーソーズラディオ33回目になります。2023年は3回目ですね。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。前回の配信は2月末だったので、まだまだね寒い時期でしたけど、今もうね4月なので、本当春爛漫という感じでね、すごく過ごしやすい、季節になりましたね。前回の配信の後、3月はすごくね、僕はツアーがねずっと続く月で、毎年3月は忙しいんですけれども、今年もね、ちょっと忙しい、あっち行ったりこっち行ったりしてライブした1ヶ月でした。お客さんもですね、少しずつ戻ってきてるような感じがしましたね。まだそんなこうコロナ前 100% 戻った感じじゃないですけど、でも7割8割ぐらいは戻ってきてる感じはしました。コロナもね、落ち着いて、でこうマスクも強制じゃなくなって、まあもともと強制じゃないんですけど、まあ強制的な雰囲気だったじゃないですか。それもなくなって、まあこうちょっとライブ参加してもいいかなっていう風にね、皆さんの心がちょっと変化してきたかな、それで来てくれるようになったかなっていう感じはしました。ただ逆になんかこう急にみんながイベントやり始めて、イベントが重なったり、あとはねこう旅行行こうかなみたいな感じで土日みんなが出かける感じで、まあそれもあって、お客さんがね前みたいに前と同じぐらい戻ってきた、まあ戻ってきてないっていう、ちょっとやっぱ重なり合っちゃって、誘ったけどちょっと用事がみたいなね、そんなのも結構あったかなっていう感じでした。でまあ僕はですね、3月はねとにかく花粉症で、まあ2月後半ぐらいから花粉症始まるんですけど、まあ今年も例年と変わらず結構ひどかったですね。いろいろね対策は練ったんですけど、なんだっけな、にがりがいいっていう聞いて、にがりをいろんなもの入れたりとかねしましたね。まああと漢方はもともとね毎年飲んでるんですけど、まあ飲まないよりかはいいかなっていう感じで、あと西洋のお薬あるじゃないですか。ああいう、どういうのかな、あれ、アルジオンみたいな、ああいうやつもありますけど、まあできればあんまり西洋のお薬飲みたくなくて、まあどうしようもないとき、ライブ当日だけどどうしてもひどいとかね、そういうときは飲んだかな。はい。で、3月の20日ぐらいから10日間ぐらいはずっと沖縄だったんですね。で沖縄は花粉がない夢の島なので、僕にとっては、まあついてもね、沖縄についてもしばらくは急にその敏感になってる鼻の粘膜とかが急にピタッと止まるわけじゃなくて、しばらく調子悪いんですけど、まあ、いる間にはねだんだん調子よくなってきて、で4月になって沖縄から帰ってきたら、まだね結構花粉が残っててね、また発症するみたいなね、
そんな感じでしたね。で、僕毎年、もうこの時期は沖縄に長期滞在したい、ロングステイしたいみたいな毎年思うんですけど、まあこう実現しないまま次の年のまた花粉症の時期が来ちゃってみたいなのを繰り返していて、でどうしてそういうことになるかというとね、長く生きゃいいじゃないですか。でもどうしてそれができないかというと、やっぱりピアノの練習を毎日しなきゃいけないので、ピアノの練習場所を確保しないとね、そんなロングステイできないので、結局毎年ねそんな、長くいけないんですけど、でも今年はもういい加減本気で探そうかなと思いましたね。だから安く泊まれる宿と、まあ、そこから歩いていける距離ぐらいにピアノを安く借りれる場所があればね、まあちょっと家族には申し訳ないけど、僕一人だけちょっと沖縄に1ヶ月半ぐらいずっと住むみたいなね、夢の2拠点生活じゃないけど、もうなんかね、そうしたいなと思いました。来年の春までに場所を探すぞとね、ちょびっとだけ決意しました。今回のソーソーズレディオは1月28日に発売した10年ぶりのソロアルバム Beyond、 これの発売記念ツアーのお話をしたいなと思います。最後までゆっくり楽しんでください。改めまして、こんにちは。ピアニストの重松宗一郎です。今回のソーソーズラジオは、今年の1月に発売した10年ぶりのソロアルバム Beyond の発売記念ツアーの話をしたいなと思います。このソロアルバムに、Beyond に関しては、もうこのラジオでは散々話しているのですが、まあ、初めて今回のね、この33回目を初めて、僕のこのラジオを初めてとして聞いた人からしたら、あ、そんなアルバムがあるんだって感じで初耳かもしれないですよね。だからちょっと軽く説明すると、僕は10年前に紬というアルバムを作って、でこの10年間はまあ、いろんな方との共演のアルバムなんかはリリースしてたんですけど、完全なこうピアノのソロのアルバムっていうのは10年間作っていなくて、でももう今年はもうね、作ろうって去年決めて、去年の夏にクラウドファンディングをして160人ぐらいの方にねご支援いただいて、そんで去年の9月にレコーディングをしまして、そして、今年の1月にリリースしました。それが Beyond っていうねアルバムです。で、今年はその発売記念ツアーっていうのをね、1年かけてやります。で、昔であれば発売 CD 発売記念ライブ、レコ発ライブみたいのをドーンって企画しようっていう発想になったと思うんですけど。でもなんかコロナを経て、そういうバカでかいことをやるっていう、まあバカでかいって言っても僕のね、まあそんな1000人とか集めるあれじゃないですけど、まあ100人、200人集めるようなね、ライブするよりかは、なんか小さなライブをこまめにやる、全国でね、っていう方がなんか時代に合ってるかなと思って、今年はそんな感じでね、全国で、ライブをやる、そして全体として発売記念ツアーみたいな感じにしようというふうにね決めました。でクラウドファンディング去年した時に、演奏依頼コースっていうのをね選んでくださった方が10人弱ぐらいいて、でそのところをこう回るのを基本に、その前後にもライブをねツアーを組んだり、まあそれと関係なくまた組んだりっていう感じで、まあ今のところ20弱ぐらいの場所でやるかな、
まあちょっとまだ年末までね、随分あるから増えていくとは思うんですけど、全体としてね、25ぐらいになるかなっていう気がしています。そんなね、発売記念ツアーを今年は開催します。で、その発売記念ライブでは、もちろんその CD に収録されてる曲もやりますし、まあ、それに加えて、僕のね、代表曲も入れて、そういうのを織り交ぜてお届けするっていう感じですね。まあでも CD の曲がメインっていう感じで、もちろん。で、その CD の曲も CD でに録音した時点のアレンジから、こう毎回毎回ね、ライブをやるごとに1年かけてだんだん変化していくような、そんな年末頃にはだいぶ変わってんじゃないかなという感じだね、考えています。そしてこの CD のテーマっていうのが、全てを超えてつながり合う、Beyond All We Connect っていうテーマを設けてるんですけれども、あのコロナとかロシアのウクライナ侵攻で、この先行きの見えない困難な時代に、争いとか違いを超えて私たちがこう寄り添い合って、つながり合って、共に生きていくことを願ってつけたタイトルなんですけど、テーマであるテーマなんですけど、まあ、ライブを通じてそういったつながり合うようなね、時間が作れたらと思っています。で、このライブ終わった後に、たださよならじゃなくて、その交流会っていうか、アフターパーティー、まあ、あの出演者とスタッフでね、打ち上げっていつもやりますけど、お客さんもちょっと残れる人は残ってもらって、打ち上げに参加してもらうとか、まあ、そういう感じにして、でアフターパーティーっていう風にもう名前を付けてね、やるやつもありますけど、なるべくライブの後にそういう会も設けといて、たださよならじゃなくて、つながり合えたらななんていうふうに思っています。で、実際に今そのね、20箇所弱決まってますけど、主催してくださる方とかね、お店の方と相談して、ライブの後にこういうね、パーティーもやりましょうということでね、決めています。まあ、そうじゃないやつもねありますけど、半分以上は設定してるかなという感じです、はい。で、すでにね、2つ終わったかな。はい、長崎で2つやりました。4月にね、4月スタートで。で、このあと、5月は宮城、仙台、久しぶりに行ったり、あと島根に5月の後半、11日間かなぐらいのツアー、結構長めのねツアーするんですけど、そこでもやったりね、あと6月は福岡、長野、東京、7月は四国、それから9月は北海道、11月に熊本みたいな感じでね、組んでいます。どうしようかな、ちょっとじゃあざっと日程読み上げますね。これやっぱ文字で見る方が本当にいいと思うんだけど、まあ、文字は僕のウェブサイトに載っけてるので、ぜひねご覧になっていただきたいんですけど、今ざーってね、あのちょっと日程紹介するので聞いてください。5月7日日曜日、仙台オリーブカフェテリアオリーブ、5月20日土曜日、島根、室山中庵、これは雲南市、5月21日日曜日、島根県出雲市のオブジェクト、5月25日木曜日、島根県益田市のデルマーレキアーミ、5月27日土曜日、島根県江津市の風の縁側、6月10日土曜日、福岡県福津市のウランタン文庫、6月18日日曜日、長野県木曽郡の木曽町文化交流センター、6月24日土曜日、東京都国
国分寺市のカフェスロー。7月28日金曜日、徳島県美馬市の安楽寺。7月29日土曜日、同じく徳島県美馬市の三光記念館。7月30日日曜日、高知県高知市の、カフェサロンカプリ。8月3日木曜日、愛媛県伊予市のミュゼナダヤ。こちらちょっとまだ予定ですね。9月8日金曜日、北海道札幌市のノースエイム。9月9日土曜日、札幌市の奥井美学ギャラリー。11月11日土曜日、熊本県熊本市現存。11月12日日曜日、熊本県小国の、竹の倉という感じでね、今決まっています。この中で、そうですね、6月10日の福岡のウランタン文庫なんですけど、その前日の6月9日がね、僕ね、誕生日で、半世紀だ、生きてしまった僕の誕生日です。はい、で、今ね、ちょっとね、募集してる日程っていうのがあって、っていうのは行くことは決まってんだけど、ちょっとね、会場が集めきれ、どうせこう交通費かけていくなら、なるべく多くコンサートを組みたいっていうのがあって、でもまだちょっと多くね、組めてないっていうやつですね。6月の後半の長野と東京でライブしますけど、これもうちょっと空き日程があるので、もうちょっとね、長野関東でもう1個ぐらい増やせたらなと思ってます。それから7月前半に奈良で演奏をお話しいただいてるんですけど、ちょっとね、その前後関西で組みたいんですけど、まだちょっとね、探せてないので、もしね、関西地域でぜひうちに演奏に来てっていう声とかあったら教えてください。それから10月の中旬、これは発売記念と関係なく、また関東行くんですけど、まだ2つしかね、決まってないので、もうちょっとやりたいなと思ってます。で、あと10月の後半に、富山県に発売記念ライブをね、しに行くんですけれども、他にも北陸でね、できたらなと思ってますので、そうですね、声かけていただければなと思います。で、あとね、11月の熊本ももうちょっと、まだ2つなので、もうちょっと増やせたらなと思ってます。まあそんな感じでね、今年は、ライブをたくさんやりたいなと思ってますので、ぜひね、お声をおかけいただけたらなと思います。それで声かけるって言っても、どんな風にしたらいいのっていう風なね、思われる方も多いと思うので、まあちょっと簡単に説明すると、まあ僕がライブを自分で主催することもあるんですけど、基本的にはこう、自分が今住んでる長崎はいいんですけど、その他の地域っていうのは、やっぱり僕が一人でこうお客さんをね、集めるのって、やっぱりどうしても限界があるんですよね。こう物理的に遠い、住んでないっていうのがありまして、だから、まあ、僕の代わりに現地で主催してくださる方とか、まあ、主催はできないけど集客の協力するよっていう人がを何度かこう見つけて、サポートをお願いして開催する、まあ、そういう形もありますし、まあ、全然関係なく、例えばお店やられてる方で、うちのお店で企画するよっていう場合もありますし、あとは もっと関係なく、まあ、関係なくっていうのは、例えば学校の先生で、うちの学校で演奏してくださいみたいなね、そういう感じで依頼をいただくこともあるし、まあどんな形でも僕は喜んで演奏に伺うので、
ね、交通費かけて遠くまで行くんだから、まあお金のことはまあもちろんありますけど、一回でもね、多く、一人でも多くの方に演奏を聞いてもらいたいなと思ってますので、そういう感じで、まあ声をねかけていただいたり、こういう演奏場所があるよって紹介してくれるだけでもね、連絡してもらえたらすごくねありがたいです、はい、そしてもうすでにね決まってるライブあるじゃないですか、場所とかね、その地域で協力するよとかサポートするよとかお手伝いできますよっていう人がいたらね、ぜひぜひお願いしたいです。フライヤーね配るよとか、私の知り合いのお店にフライヤーが置けるよとか、まあ、そんなんでも全然簡単なことでも構いませんし、ネットでね情報をシェアしてくれるだけでも本当にありがたいので、ぜひ声かけていただければなと思います。で、僕のウェブサイトのねお問い合わせフォームから送ってくれてもいいし、 SNS で気軽にね連絡くれても全然構いません。僕がやってるのは Facebook、Twitter、Instagram、LINE でつながってる人はね LINE でもいいですし、ご連絡ねいただいて、あとはもう連絡なんもなしでただ情報をねシェアしてくださっても全然構いません。それだけでもね嬉しいです本当に、はい、あとは何だろう、自分の町に来てくれたらちょっと案内したいところがあるとかね、そんなんでもいいし、まあ、一緒にご飯食べましょうでもお酒飲みましょうでもね、車で送りますよとかでもそんなんでも全然構わないので、コンタクトね僕に取ってもらえたらすごく嬉しいです。はい、それではここで一曲ね聴いてもらおうかなと思います。せっかくなので新しいアルバムのねビヨンドから一曲選びましょうか。一番短い曲ですけど、早春の頃っていう、これ何曲目だ、 3曲目か、アルバムの3曲目ですね。この曲はなんかライブでねもう実際弾き始めてるんですけど、なんか懐かしい記憶がね蘇ってきて、涙がポロリと出ましたみたいなことで、ね、言っていただいたりもしていて、まだね生まれてそんな12年しか経ってないうちの娘が懐かしい感じがするとかね言ってるんですけど、まあそんな遠い記憶の春のイメージかな。実際ね僕にとっても作ったのも23歳の頃に作った曲で、作ったって言っても最初のほんの数小節ワンフレーズだけ作ってほったらかしになってて、いつかでも完成させたいなと思ってるうちに、まあ25年ぐらい経っちゃった曲なんですけど、それをね完成させて今回ね入れたという感じです。では聴いてください、早春の頃。
とではここで今日ゲストで重松つむぎです。こんにちは。もうちょっと近い方がいいかな。はい、はい、つむちゃん久しぶりかな、ラジオ。そうだよね。うん、うん、うんって言わないで、首だけうんってやっても聞こえないから分かんないからね。はい、中学生だと思うね。そうなの。うん、月曜、うん、今日4日目だね。4日目。うん、今日どうしたんだっけ。今日は、野外活動で、うん、フェチバル少年自然の家というところに行きました。うん、つまり、うん、野外活動っていうのは、うん、なんかレクリエーションして、うんうん、仲良くなるきっかけをみたいな。そうそう、運動することが目的じゃなくてね。そうそう、うん、何やってきたの今日。午前中は、うん、カプラっていう、なんて言えばいいのかな、積み木みたいなおもちゃでしょ。そうそうそう、四角い木を積み上げて、うん、最初は個人戦で、うん、決まった時間内で誰が高くできるかとか、なんかそういうのをいっぱいやって、うん、であとは、うん、なんかお手本の写真が配られて、これ通りに組み立てるみたいなやつで、うん、みんなで協力するみたいな。そう、自分のができたら友達に教えてあげるみたいなやつで、うん、であとは3人組とかになって、うん、高い決められた時間内で、うん、高いのを作るとか、うん、で最後に、うん、クラス全員で協力して、はは、1個のやつを作るの、うん、なんか形が決まってて、うん、それ通りに作るんだけど、誰が一番早いかなとか、うん、そういうやつ。なんかほら、うん、最初さ、うん、カプラやりますみたいなさ、うん、プログラム、うん、プリントに書いたの見た時はさ、うんうん、なんでこんなちっちゃい子が遊ぶおもちゃでなんだろう、うん、中学生にもなってと思ったけど、よく考えたら、うん、まあ、それをで遊ぶことを通じて、うん、仲良くなるとか、うん、クラスでなんか一個のことやって、うんうん、なんか、うん、まとまるとかつながるみたいな、うん、そういう目的だったね。そうなんです。それで、うん、で午後、うん、午後は、午後はお弁当食べて、そう、うん、午後は、うん、沢登り。沢登りっていうのはあれでしょ、沢を登るやつ、うん、ちっちゃい川なんだよね。そう、岩がちょっとゴツゴツしたような、うん、そこをジャブジャブ登ってくんでしょ。そうそう、うん、で、うん、なんか班が決められて、うん、班行動しなきゃいけないんだけど、うん、それで一人途中で、うん、見当たらなくて、え迷子、うん、いや違う、わかんない、後ろらへんを歩いてんのか前らへんを歩いてんのかわかんなくて、うん、つむ前に探しに行ったけど、いないまま、見つからないままゴールに着いちゃって。つむの班がってこと。うん、だからつむ班の子がいなくなったの、一人ね、うん、で前にいるかなと思って前に行ったけど見つからないまま、うん、前にゴールに着いちゃって、うん、であと3人ついて、うん、でその見つからなかったかも後にいたらしくて着いたから、うん、つむね結構待ってたんだよ。そうか、その班は何人なの。5人かな。うん、そうかそうか、うん、なんかつむがほら帰ってきてさ、うん、行く前はさ、うん、友達できるかなみたいに言ってて、帰ってきたら、うん、友達できたかもっつって帰ってきたじゃん。うん、それで何カップル何で仲良くなったの。バスで隣の席になった。ああ、そうか、それはでも自動的に喋るわな、うん、そうだ、気まずいよな、市民でしてたら、ね、ああそうかそうか、うん、それで、うん、帰りのバスでね、うん、同じになった子が、うん、ツムの、うん、同じ学校じゃない友達がいるんだけど、同じ小学校じゃないってこと。そう、うんうん、5年生のね今、うん、その子のことを知ってるってね。ああ隣の子が言ってて、ああ私の知ってる子で黒髪症の子がいると。黒髪症じゃない小学校だけど、うん、で、うん、なんかそのバスで隣になった子と、うん、そのツムの別の小学校だった友達は、うん、同じなんか習い事っていうか、うんうん、なんかワークショップみたいのに参加してるらしくて、うん、友達なんだって。うん、っていうつながりです。そう、それでさ、うん、すごいね、なんかつながりがすごくてさ、ツムの担任の先生もさ、とうとうのねお客さんだったしねそう、そう、それがねちょっとびっくりして、うん、あのツムのね、うん、入学式始まるまで外で
待ってた時に、うん、あの一人の先生がね話しかけてきて、うん、杉松総一郎さんですかって言うから、うん、ああそうですって言って、うん、そしたらあの、うん、僕のね、うん、すごく仲のいい中学校の先生で、うん、あのサッカーのね、うん、審判もやってる先生がいてね、うん、でその人が九州のサッカーの審判 の、うん、あの代表するような、うん役もやってて、うん、で審判同士のつながりのな、うん、研修会とかね、うんうん、やってて、うん、で僕その先生にサッカーの研修会に向けてコンサートやってほしいって言われてやったことがあって、うん、でその研修会に参加したみたいなね、うんうんうん、そうなんです。で、うん、そしたらそれでね、うん、あうちの娘あの、うん、何年1年何組なんですって言ったら私担任ですとか言ってねびっくりしちゃってね。そうまさか僕の子ね、うん、音楽聴いたことある人が担任の先生だってね、うん、そうなんです、うん、先生すごい良さそうな先生だね。うん、うんうん、もう面白い先生で面白い、うん、沢登りのこと間違えて沢下りって言って、うん、あくだらないかとか言ってそうか、うん、まああれじゃん、うん、サッカーのやるぐらいだからちょっと体育関係のうんうん、感じの人だよね。そう日焼けしてヒリヒリしてますって、うん、入学式の時代真っ暗だったもんね。うんそうかそう、うん、ちょっとじゃあ、うん、まあまだ勉強ね始まってないからあれだけど、うん、でもまああの、うん、楽しそうでよかった。そうそれでね、うん、学校にね、うん、暗室っていう部屋があるらしくてね、うん、カメラのね、うん、暗い部屋が、うん、暗い部屋って書いて暗室なんだけど、うん、なんかその昔写真部が、うんうん写真を現像するのにあデジカメじゃない時代にね、うん、そう使ってたらしいんだけどみんな暗室ってきてえ幽霊ってそうとかいろいろしてさあ今の子は知らないからな、うん、そうなんか面白かったあであれでしょ部活見学も今週から始まって、うん、来週にかけてねそうちょっとまだ行ってないけどで部活決めるんでしょ、うん、そう吹奏楽部は行く予定で、うんうんで他にスポーツの部活も友達と一緒に行く予定です、うん、あれは美術部も、うん、美術部もその友達が、うん、美術部私も候補の中にあるって言ってたから、うん、それも一緒に行くよってうんってことでもツーマン なんとなく吹奏楽がいいかなと思ってんでしょうん待って美術部もさ最近までなんか美術部の方が勝ってたんだけど、うん、よく考えたら家で絵描けるじゃんって思ってうんっていうかそれトットが言ったんじゃなそうなの家で絵描けるっていうか、うん、あとやっととか言ったのは違うよね、うん、あの美術は、うん、まあ一人一人が絵を描くけど、うん、吹奏楽はみんなで力を合わせて一個のものを作り上げるっていうのが、うん、やっぱり中学高校とかのそういう部活でしかね、うん、できないから、うん、いいんじゃないって言ったんだよね。でもなんかさ、うん絵を展覧会に出すとか出したいじゃん、うん、絵が好きだとさ、うん、それでなんかでもそういう機会が多いのは美術かもしれないよね。でもなんか見てたら、うん、あの小学校もそうだけど、うん、美術の授業で描いたやつを応募したりするからね、うんうん、美術部はまあさらに美術部向けのやつがあるのかもしれないけどね。うん、うんまあでもほら美術はさ、うん、絵画教室どっかで通おうと思ったら通えるけど、うん、吹奏楽をじゃあ習うっつったら、うん、なんつうの、うん、でサックス教室に行くみたいな発展話になっちゃって、うん、みんなで一個の楽曲を作り上げるみたいのは、うん、できないもんね。楽器学校から支給されるでしょ、うんそれラッキーで あとあれだよね、うん、ツムはさ、うん、セッション今までトートとやるか、うん、トートの音楽仲間、うんうん、だから大人とばっかしかやってないけどそうそうそう同世代とか同い年の子とさ、うん、セッションするっていう、うん、なんかまたなんていうの感じるものが違うみたいなさ、うん、ちょっと違う感じかもしれないね、うん、友達もできるよねきっとね、うん、音楽好き同士が集まるんだから、うんうん、それでツム合唱コンクール実行委員もなれたよ。あ、なれた？うん。あ、よかったね。もともと定員2人だけど、うん、応募した人2人しかいなかったから。あれそうなんだ。ちょうど人気ないのね合唱。
うん、まあそうね、うん、まあでも、うん、それもやっぱ歌うことが好きな子がやろうと思うわけだから、うん、仲良くなりやすいよね、うんうん、そうそうだよ。へえ、それでね、何よりつむちゃんは、そう、昨日ね昨日どこ行ってきたんですか？長崎の、うん、あいみょんの、はい、あいみょんのコンサートです。あいみょんのコンサート行ってきたんだよね。そう、長崎、うん、ブリックホールね。そうね、まあつむはど、うん、どんだけあいみょんのファンかっていうと、うん、ファンクラブに入ってるくらい、ファンクラブに入ってるぐらい、そして、うん、今まで、うん、僕の関連のライブにしか行ったことがないのけど、うん、初めて自分の好きなね、うん、アーティストの、うん、いや別にトートが嫌いなわけじゃない、いやそうだ、ちゃんとしたソロコンサートね、うん、今なんだっけ、マジカルバスツアーっていうの、バスルームツアーっていうのを全国でやってて、うん、まだ2公演目かなんかでしょ、長崎がね、そうそうそう、うん、秋までずっと続くツアーのね、うん、うんうん、それに行ってきたのね。そう、でなんかあいみょんが言ってたけど、うん、なんでマジカルバスルームって名前にしたかというと、なんか、うん、あいみょんがお風呂苦手だから、うん、ライブでその名前をつければ好きになるんじゃないかなって思ったんだって。へえ。まあ、うん、ちょっと一緒に行けなくて非常に残念だったけど、うん、どんなこう、うん、あいみょんが出てきて、うん、姿が見えたらうわーって会場がキャーってなって、うん、そうそうそう、で1曲目がドーンと始まるみたいな、そう、なんかでみんなうおーみたいなのあるわけです。もう演出がすごくて、うん、あの始まる前になんか関係ない音楽流れてて、関係ないっていうか、うん、 SE がね、うん、それでもその時点で手拍子始まってて、あーすごいね、うん、でなんかね、うん、あの出てくるまでその舞台にカーテンじゃないけど幕がかかってるじゃん、うんうん、でなんかね幕が多分2個あって、うん、1個は半透明の幕なの、うん、でそこに、うん、なんかアニメみたいなのを映し出してプロジェクターかなんかで、そう、うんうん、それでそこのアニメにマジカルバスルームって文字が表示されて、うん、そこから始まるみたいなやつなんだよ。その半透明の幕が上がるわけ、うん、多分そう、あで曲によってはその幕が下がってバンドメンバーだけその幕の後ろにいて、あいみょんは幕の前にいて、うん、でその曲のなんかイメージを、例えば雲が流れてるのうっすら映像をその半透明の幕に映し出したりとかしてんの。その後ろにさ大画面があってみたいなのよくあるけど、うん、その半透明にしてるっていうのがなかなか活かしてん ね。そう、あとなんかライトがステージ側から、うん、それはらなんかさ、うん、なんていうのかな、ステージ側からこっちに向かってくるタイプのライト、うんうん、照明、うん、があって、そのなんかな細い光の筋じゃなくて平らなのよ、うん、でその平らな光の筋に映像が映し出されてるの、うん、なんか波みたい なんか波の影みたいな、うんうん、そういうのが映し出されてる、はっていう、なんかもうすごい最新の演出なんだから、つまよくわかんないけど、でつむ前からさ、うん、前から20列目だったんでしょ、多分そんくらい、どうだった、うん、結構見えたけど、だよね、20列目って前結構、あいみょんの、うん、サイズは大きく見えたけど顔がよく見えなかった、大画面なかった、うん、うん、なかった、あ、なかったか、まあフェスとは違うからな、望遠鏡を持ってきてくれ、持ってきてくればよかったな、うん、っていうか前の方に行ったらタッチできんだけどね、そんな人いないでしょ、いた、うん、いる、あいみょんがいろんなこう回れる範囲でいろんなステージの、うん、まあ、なんていうの、周りぐるぐる回って、うん、でタッチできる人はタッチできんの、一列目の人とかが、そうそうそう、あ、すごいね、うん、でも2000人ぐらいのホールでしょ、3000人、うん、分かんない、の20列目ってかなり前の方だよ、うん、ラッキーで、でも1階と2階あるけど1階の中で、うん、1階を半分に開けると後ろの方だったかな、ああそうなん、うん、そうかそうか、横20列ってことなかったかも、そうかそうか、うん、なんか立ち席もあった、
あけどもうみんなもう総立ちだったから、そりゃそうだよね、総立ちでしょ、腰痛くなっちゃって、総立ちでしょ、うん、そりゃ、うん、でさ、うん、歌うこと解禁になったんだもんね。マスクはしてくださいだけど声出していいようにね、そう今回のツアーから、まあ、マスクしてない人見たけどね、うん、今回のツアーからだもんね、うん、それでみんな大合唱、うん、あれは、うん、結構音でかくなかった？でもでかくてもうびっくりして、うん、一緒に歌いたいけど自分の声聞こえないじゃんみたいな。うん、いいね、自分の歌聞こえなくても、アイドルの歌聞こえそうだけどな。あでもあれほんと耳栓する人がいるぐらい爆音だもんね、うん、スピーカーの近い人なんか特に、うん、そうね、大丈夫やった、うん、うん、慣れてくると大丈夫、うん、まあそうね、大体スピーカーは左右にあるから右、うん、左に寄ってる席で前の方の人なんかはきついかもだけど、うん、普通真ん中っちゃ真ん中だった。なんかね、うん、あの1階席は歩道が2つあって、うん、そのなんていうのかな、ま、歩道が2つあるとさ3つに分かれるじゃん、うんうん、席のまとまりが、うん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 、歩道っていうか通路がね、そう、うん、通路が、うん、それで正面から見て右側の、うん、それも席のまとまりだったんだけど、うん、右側の席のまとまりの中でも一番左、あ通路側だったのね、そうだから真ん中っちゃ真ん中なの、うんうん、な2時間ぐらいやった、うん多分、何曲ぐらいやったんだろうね、何曲だろうね、1曲が短いから相当な数やったでしょ、そうそう、なんかすごい短く感じられたね、え何が2時間が1曲1曲が1曲がね、うん、あそれでなんかもうすごかったの、全部知ってる曲だった、全部じゃあ聞きたい曲も全部やってくれたって感じだね、うん、うん、まあ何が聞きたいってわけでもなかったけど、うん、全部聞きたかったけど、よかったね、幸せな時間だね、うん、また行きたい、うん、それ行きたいわな、うん、ライブがライブに行くのがファンでしょ、うん、もちろんそうだね、うん、うん、それで、うん、グッズもね、うん、買ってきて、でも大行列でさ、あグッズ買う列がね、そう、その階に収まんなくて下の階まで階段も並んでて下の階まで行ってた、うーんっていう感じ、そうか、であのスタッフの人が、うん、今並んでる方はなんかなんだっけ、ライブにの時間まで間に合わない可能性がありますってずっとアナウンスしてる、うん、だけどね、でもギリギリ間に合ってね、うん、よかったね、そう、あの会場のドアが閉まる直前にシューって滑り込んで、あそっか、うん、だってツムほら、うん、学校終わって駆けつけて、しかも佐世保と長崎市が離れてるから、うん、その、うん、もうオープンのと同時に会場に入れる人みたいには入れなかったもんね、うんうん、何時会場なのかな分かんないけど6時半から、うん、5時半会場6時半スタートぐらいだったんじゃない、うん、でつむ着いたの6時過ぎでしょ、うん、6時くらい6時ぐらいか、あでも30分前に着いてよかったね、うん、そうで会場にある駐車場も最後の一人で、うん、ラッキーって感じ、うん、ああほんと、うんうん、もうこの話は尽きない、あいみょんに興味のない人からしたらしょうもない話だけど、つむがニコニコで嬉しそうな話してるから、まあみんなも楽しんでくれてるでしょう、そうそう、それで、うん、まあちょっとあんま長くならない程度にちょっと終わらせて、うん、つむがね、うん、ラジオ私もやりたいなって言ってて、うん、こういうゲストじゃなくて、うん、もうつむにあのレコーダー渡してもう好きに喋、うん、りっつって、うんうん、で僕は後で編集だけしといてあげるからっていう感じで、うん、やろうかなと思ってね、うん、今度ね、うんうん、もう中学校始まっちゃったからね、うん、でも今忙しくないのは今週なんじゃないかな、来週から授業が始まって、うん、宿題もドーンって出ると思うから、うん、まあでもさこれなんか即興だから、うんうん、1時間とかでも日曜日とかに確保しといて、うん、あとは、うん、あのこうおしゃべり間違いとかそういうのはもう気にしないで1時間バッとしゃべって録音みたいな一発勝負だから、うん、そんな時間かかんない、うんうん、一応ほら、うん、どんなことしゃべるか原稿だけ簡単な流れだけね決めなきゃいけないけど、うんまあ、そんな学校行くバスの中でもできるからうん、じゃあ今度やろうね、うん、はい
じゃあ今日はこの辺にしとこうか。はい、はい、ゲストつむちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。まだちょっとこのラジオの続くからね。はい、つむちゃんありがとうございました。バイバーイ。つむはバイバイでしょ。つむバイバイ。あいみょん可愛かったよーん。それでは、最後に、近々のねライブのお知らせしたいなと思います。4月15日土曜日、長崎県佐世保市のカノンというスペースで、花とピアノのコンサートを行います。これはあの僕のね、親友のヒームストラマイさん、フラワーアーティストとのコラボで、2人でね、アカネコレクティブっていうユニットを組んでるんですけど、それのライブがあります。それから4月の29日ゴールデンウィークの入ってからですね、ピアノとヨガのコラボっていうのを、これも、長崎県佐世保市の天神ヨガルームっていうところでねやります。これはあのヨガをしながら、そこに僕の見えあのピアノの生演奏が重なって、そしてヨガ終わった後はピアノコンサートをねやりますの でスイーツもついてるので、こうスイーツ食べながらピアノを聴くというね。しかもね、あの高台にあって海が目の前にバーンと広がっていて、夕日とね夜は夜景が広がる、まあ、時間帯的にね、そういうちょっと贅沢な場所なんですけど、そこのね贅沢な企画です。こちらもまだ空きがあるので、もしよかったらいらしてください。で、まあ、次のこの ラジオが多分もう5月半ばになっちゃうと思うんですけど、まあそれまでにあるライブとしては、さっきもね発売記念ツアーで話しましたけど、仙台のライブがあります。それからね、久しぶりにライブ配信をしようかなと思います。4月22日土曜日、3時からの1時間、 YouTube の方で、オンラインコンサート配信します。こちらはあのアーカイブ YouTube に残りますので、見逃した方もずっとねその後ご覧になれますので、またご覧になっていただけると嬉しいです。そんな感じでね、ほんと過ごしやすい春の気候ですので、皆さんお出かけしたりね、できればライブにも足を運んでいただけたら嬉しいです。それでは春の良き日をお過ごしください。ありがとうございました。ピアニストの重松宗一郎でした。バイバイ。Thank you.